僕自身モンスターハンターのシリーズの本当にファンで、本当に一ファンとしてこのモンスターハンター 4G をいち早くできたことを本当に嬉しく思います。実際には周りにカメラだとかスタッフの方とかたくさんいたので、周りに見られながら一人でプレイするっていうのは本当に恥ずかしかったですし、すごい難しかったです。ジャンプする上で自分が一番大切だなというふうに思っているのは、もちろんジャンプするときには筋力も必要なんですけれども、タイミングが一番必要だと思っています。僕たちスケーターの中でも腕を振るタイミングや足を振るタイミングっていうのをいっぺんに一緒にやらないといいジャンプにはならないんですけれども、今回のこのモンスターハンター 4G でもジャンプのタイミングを外してしまうと、もしかしたら突進に当たってしまったりだとか、そういった反撃に遭うこともあるので、しっかりとタイミングを見分けてください。僕自身音楽鑑賞がすごい好きで、いいイヤホンで、聞いたりもするんですけれども、そのいいイヤホンを使ってゲームをしたりだとかそういったこともしてますね。もちろんモンスターハンターでは奥行きがあったりだとか、音の中に、右から方向が聞こえてきたりとか、左から方向が来たりとか、そういった本当に自分がその場にいるような音楽が聴けるので本当楽しいですね。一日休みが取れたら基本的には音楽鑑賞か、また寝てるかゲームしてるか、本当にゲームの時間の方が多分多いですけれども、そういった一日を過ごすと思います。実際にソチオリンピックでは金メダルを取ることができましたが、まだまだ自分は高みを目指せると思っていますし、これからもこのスケートという競技を一層頑張っていきたいなというふうに思っています。フィギュアスケートで常にジャンプに挑戦し続けている僕が、モンハン 4G の CM でもジャンプにチャレンジしています。